選手の皆さんご紹介していきます。白組の出場選手、準備をお願いいたします。回し役が2名、そして飛び役が8名です。ガスママ大変ですが、うちのキャプテンが回してくれるんですね。話題ですか。飛ぶのが苦手なんです。回しても肩痛めないように気をつけてくださいよ。はい、飛んでもらいます、この子たちに。わかりました。誰に期待でしょうか。この飛ぶメンバーの中では誰に一番期待してますか。近藤君、頑張ってね。近藤投手、頑張ります。難しいかなと思いますので、1分間まずは練習時間を設けたいと思います。それでは練習時間スタート。せーの。練習に疲れちゃうからもうやめたら。もう行けると分かってから。いやダメ、もっと練習しな。ちなみに練習1分間は使い切らなくても全然大丈夫です。肘壊しましょう。キャプテン大丈夫ですか。ちょっと休憩ください。すぐ参りましょう。残り30秒練習ありますよ。どうします。もう本番行けるから、練習1分全部使わないでもいいんだけど、どうしますか。いいじゃないですか。ちょっと一度お待ちいただいていいですか。ここで人数が1人白組多いという株になってました。人数ですね。今週チームの少ないなら分かるけど、多いってどういうこと。むしろ何、厳しい道を選んでる。ちなみに小笠原キャプテン、これはどうします。いい、これいい、勝っちゃうから。これでも一人多いって増えたのに。これでも勝っちゃうから。勝っちゃうんですね。大丈夫大丈夫。肘が揉めてる間に練習時間が終わりました。ではもうこのまま9人でいきましょうか。皆さんチームワーク合わせて頑張ってください。チームワーク約一人多くても一人多くてもいけるということになりました。本番です。86、87、
86ですね。キャプテン87。誰かいないの？キャプテンに代わってます。キャプテン中に。せーの。87、88、89、90。残り10回。92、93、94、95、96、91、98、99、100回。ありがとうございました。結構いいタイムだと思うんですけど、どうでしょう。結構早いと思うんですけど。でもやっぱチームワークがいいというか、倒れた時すぐ後輩。いやー、ご飯連れててよかったです。よかったです。ありがとうございました。お疲れ様でした。さあ、投手陣、なかなかいいタイム出ましたけど、野手チームどうでしょう。はい、では野手チーム、大組参りましょう。出場選手の皆さん、準備をお願いします。よし、明け入れていこう。はい、飛び役8名、回し役2名のこちらはきっちり10名でいきましょう。10名で行かせていただきます。はい、そもそも人数少ないんで。そうですね。はい、そして今先頭をじゃんけんで決めていらっしゃいましたけど、先頭の方が飛びづらいのかな。先頭はブライトです。先頭ブライト君、お願いします。では練習時間が1分あるんですが、1分練習に使いますか。練習しますか。練習なんていらないです。ゆっくり言いました。じゃあ練習なしで、頑張っていいですか。練習なしでいきます。では準備はよろしいでしょうか。いい準備、 OK。 はい、さあ野手チーム準備整いました。それでは本番いきなり参りましょう。よーい、スタート。練習しろよ、練習しろよ。じゃあ進んでるから、進んでるから。進んでいきます。早く、そういうゲームです。早く。おちょっと10回取りました。まだ2回や。時間は過ぎていきます。まもなく30秒。
ください。